違いますね。レンガ作りも素敵。こういうお店でバイトとかしてみたいと思いません？わ、すみません、買い出しでしたね。あとは何を買うんでしたっけ。この道がここだから、ダメだ、地図が英語でほとんど読めない。どうしよう、やっぱりイギリスに来て単独行動はまずかったかな。先輩、今もう変な声真似やめてください。だって外国の人に話しかけられたのかと思いましたよ。笑ってないで、一緒に地図見てくださいよ。ほら、このお店に行きたいんですけど、それより先にですね、まず自分たちがどこにいるのかわからなくて、先輩もわかりませんか。とりあえず大通りに出るまで歩いてみましょうか。やっと着いた。知らない街を歩くって疲れますね。日本語が聞こえないのもちょっと不安になりますし。日本人なんだな、やっぱり。あ、ここでお土産を買うんです。バイト先の同僚に。先輩、このストラップどっちがいいですか。え、だってこれは先輩の分のお土産ですよ。全然変じゃないですよ。お土産の交換というか、他の皆さんにももちろん買いますよ。なんていうのかな、お土産じゃなくて思い出を買うって感じです。一緒に行った思い出を交換し合う、大切なことです。だってまた先輩や皆さんとこうやって遠くに旅行できることってないかもしれないじゃないですか。だから忘れたくないんです。まあ今回は旅行じゃなくって、あくまで課外授業なんですけどね。でも大事だなって思うんです。先輩もそう思いますよね。だから先輩、この色違いのストラップどっちが可愛いですか。こっちの黒い方ですか。やっぱり男の人ってかっこいい色選ぶんですね。それじゃこっちの色違いの黄色は自分で買っちゃおう。これでお揃い。もう なんでもないですよ。それより他のお店も見てみましょうよ。まだみんなの分揃えてないですし。